はい、皆さんこんにちは。今回はクリノックスパワーブラシというステンレス溶接焼け取り機を使用していきたいと思います。まずフランジの溶接とパイプの溶接をしていって、それの焼けを実際に取っていきたいと思います。 100V と 200V で使用できるみたいなんですが、今回は 200V で使用していきます。で、同封されている道具などはこのような感じになっています。それではまずは 20A のフランジを溶接していきたいと思います。内側の引き代は 5mm で今回溶接をしていきます。で、仮止めを4点したので、今回はこちらのクリアノズルを使用して溶接をしていきたいと思います。で、このクリアノズルについてはこちらの動画で提供いただいたものですので、よければこちらの動画も視聴してみてください。クリアノズルは初めて使用したんですが、こういう昇降系配管ではかなりビードが見えやすく溶接はしやすかったです。溶接方法につきましては、このような感じで電流を少し高めにしていますので、すぐにプールが広がりますので、棒を小刻みに入れながら溶接をしていくという感じになります。そうすることで素早い溶接が可能になりますので、このように溶接焼けも少なく綺麗な仕上がりになってくれます。先ほどの方法はどのような配管の径でも使用できますので、よければ先ほどの方法も試してみてください。そして今回外側はこのようにストレートで溶接をしていきたいと思います。だいたいいつもローリングをするのですが、今回クリアノズルを使用しますので、ローリングをせずにストレートで溶接していきます。電流値は内側も外側も今回 160A で溶接をしています。使用している棒は 2.4mm の棒です。このストレートで溶接をする際は、ローリングをして幅を出さない分、なるべく素早く幅を出したいので、しっかりとした脚長を出すためにも電流値はある程度高めに設定しておいてください。そうすることでローリングをしなくてもある程度の幅が出せますので、脚長を出しながら溶接をすることができます。この時に棒を入れるポイントとしましては、少しプールの上側へ入れてあげると綺麗になじみやすく溶接がしやすいと思います。あと細かな条件で言いますと、僕的にはタングステンは長めで、ノズルは少しだけ傾けた状態で溶接をするのが一番溶接しやすいかなと思います。で、ストレートで溶接をしたビード外観がこのような感じになっています。かなり大きい脚長を出さないといけないような板厚が厚めのものを溶接する際はローリングをした方がいいと思いますが、脚長がそこまで必要ないようなものを溶接する際はこのストレートも結構早いのでおすすめです。そしてもう一本、少ししっかりめに焼けをつけたフランジを今回このまずは焼け取りブラシを使用して焼けを取っていきたいと思います。本体の設定を焼け取りブラシに変えて、パイプ側にこのようにアースを取り、ブラシにこの電解液をつけて実際に焼けを取っていきます。このように滑らすようにブラシでこすっていくと綺麗に焼けが取れていくという仕組みになっています。今はこれブラシを使用していますが、トーチやドブ付けといった焼け取りの方法もありますので、それもこの後に紹介していきます。実際にブラシで焼けを取ったビードがこのような感じになっています。かなり綺麗に溶接焼けが取れていますので、炭肉やフランジの内側など細かい場所の焼けを取る際はこちらのブラシを使用していただくと効率的に焼けが取れると思います。内側もこのようにビードの焼けがきれいに取れています。次に練習でいろいろビードを引いてみたこちらのパイプの焼けを取っていきたいと思います。実際に溶接もしていきます。ブラシからこのトーチに付け替えて、本体の設定を焼け取りトーチに切り替え、焼けを取っていきたいと思います。とりあえず今回パイプに4本ぐらい違う見た目のビードを溶接していきますので、そちらのビードの焼けを取っていきたいと思います。溶接映像も少しあった方がいいかなと思いましたので、今回少し溶接映像を入れています。この後にお見せするビードで好きなビードがありましたら、よければこの手の動きなどを真似してみてください。
で今回この細かめのビードと少し粗めのビードとかなり粗めのビードなどを溶接しています。ビードの焼け具合を変えていますので、そちらで焼け取りを行うとしっかりと分かりやすいかなと思いますので、今回いろいろなビードを用意しています。しっかりと焼けたビードでも焼けが取れるのかも見ていきたかったので、今回この細かめのビードである程度焼けているビードも用意しています。それでは実際に焼け取りトーチで焼けを取っていきます。このような感じでビードに滑らしていくと焼けが取れるという仕組みになっています。こちらの焼け取りトーチは先ほどのブラシとは違い、このように広い範囲の焼けを取る際に使うととても効率よく焼けを取ることができます。なので貝先内の溶接やこのようにパイプのビードなどの焼けを取る際は、この焼け取りトーチで焼けを取るのが一番効率はいいと思います。焼け取りブラシも焼け取りトーチもですが、 100V でも使用できますので、現場の時にも使用できて、サイズ的にもコンパクトなので、そういう時にもかなり便利かなと思います。あとは実際に酸で焼けを取るよりも結構綺麗に焼けは取れてくれているなという感じがします。あまり色の変化が起こらないので、焼けを取った後にビードが黒くなっていることなども全然なかったので、その点はいいかなと思います。焼け取りトーチでこのような感じで焼けを取ってみたのですが、かなりビードの焼けは綺麗に取れていると思います。この少し残っているような部分は 2,3 度擦ると綺麗に取れてくれると思います。そして最後に、僕が個人的に焼けを取ってみて一番びっくりしたドブ付けという方法で焼けを取っていきたいと思います。このステンレスの入れ物に電解液を入れて、先ほど溶接をした 20A のフランジをつけて焼けを取っていくという方法になっています。まず本体の設定は焼け取りトーチにして、このステンレスの入れ物に一つはアースを取り、もう一つはこちらの焼けを取るフランジにアースを取り、この電解液につけるとこのような感じで泡が吹き出てきて焼けを取ることができます。つけるだけで焼けが取れるというのがめちゃくちゃすごいなと思いました。焼けを取る能力も低いのかなと思ったのですが、このぐらいの焼けですと内側も外側もかなり綺麗に焼けが取れています。なのでこちらのドブ付けは、細かいところなどの焼けも取りたい際などにつけるだけで電解液が触れている部分の焼けが全て取れますので、そういう場合にすごい便利だと思います。最後に今回使用したものをまとめていきますと、このように広い面積の焼けを取る際はこの焼け取りトーチを使用していただくととても便利で、フランジやアングルなどの炭肉の焼けを取る際には細かな場所になりますので、こちらの焼け取りブラシを使用していただくととても綺麗に焼けを取ることができます。でこちらの焼け取りブラシはもう一つ小さいタイプのブラシもありますので、より細かい場所の焼けを取ることもできます。そして最後に、全体的な焼けを取りたい際にこちらのドブ付けで焼けを取ると綺麗に細かなところまで焼けを取ることが可能になります。はい、今回は溶接映像というよりかは道具の紹介でしたが、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録とグッドボタンの方もよろしくお願いします。